カモンマテリアル、マテリアルの中村五郎です。マテリアルのあゆみです。カモンゆふらです。よろしくお願いします。はい、この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の、可能性を追求するために配信している番組です。放送事故ギリギリアウトでしょ。アウトかな、嘘嘘、アウトかな、アウトかな。はい、ということでですね、はい、ついに最終回でございます。ありがとうございます。いやいやいや、本当にありがとうございます。200回ですよ。はい、ようやってきたなと思いますけどね。はい、はい、まあまあ、あの200回もね、いろんな方がいろいろ出てきていただいて、で、まあ、本当に何ていうんですか、もともとはコロナなわけですよ。うん、コロナがね、コロナがあって、うん、コロナでもう全然店もなんか営業できへんし、うん、営業できへんというか営業やっててもええけど、うん、なんか9時までしかあかんとかさ、うん、で、うん、なんかイベント仕掛けたいけど、イベントにお客さん来てもらう間に感染しはったらやばいなとか、うんうん、だからいろいろね考えちゃって、結局 やろうと思っててもできないみたいなね状況になってしまってたんで、でもこんな場所、いい素敵な場所があるよってことはなんか知らせたいよねっていうので、生配信から、うん、ね、始まったんですよね。だから最初も本当僕とあのお坂部さん2人で、うん、なんかちょっとやろうかっつって、はい、生配信をちょっとやってみて、全然見てくれてないなとか思いながら、まあ、これやり続けなあかんよねっつって。4年前ですよ。あの本当に、2020年やね、だから2020年の4月ぐらいにそれやり始めて、でまあとりあえず継続しよう言うて、継続してやろう言うて、だってやることないもんな、他にも別に特にやることもねえしなーってんで、やろっかっつってやり始めて、で徐々になんか情報番組っぽくなっていったっていうかね。で、あの初回からそれこそあのシスター K にもちょっと歌ってもらったり、あの無理やりズームとかあの LINE とかでさ中継つないでかなり無理やりやってたね、うんうん、で初回だから柿本さんとかもう挨拶で出てもらって、で、あとなんや、なんやシスター K もいて、まあいろんな人に出てもらえる、あ、そうそう、だから高橋さんも初回はあの、うん、そう電話ゲストやって、電話ゲストやって、うんうん、電話ゲストであの、なんか映画のことちょっと喋ってもらってっていう感じやったのが、高橋さんじゃあレギュラーでよろしくみたいな感じで、うん、できてもらって、どんどんレギュラーが増えて、そうで、あのシスター系毎週あれやから、じゃあ月1レギュラーでみたいな感じで、うん、っていうのでだんだん膨らんでいって今の形になっていったっていう、うん、まあまあいろいろ間にね、あの最初は彼女いなかったんですけど、そう、私はね途中から、でそれも途中からもうあのフレームの外に持った方がはーいって言いながら入ってくるっていう、そうや、うん、そういう形だったんですよね、うん、そう初め、うん、そうそう、オープニングいなかったよね、そうそう、オープニングいなくて、うん、でエンディングだけなんか座ってるみたいな感じだったよね、そう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 、最初な、高橋さんと二人で後ろで、そう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 、それがあのまあ高橋さんが外れ張ってから、うん、じゃあもう座るかみたいな感じで座るようになってっていう流れですよね、うん、はい、それから言うても2年ぐらいも経ってんのかな、うん、ね、ね、そうなんですよね、だからなんだかんだ言いながらこの200回の間いろんな歴史があったんですけど、まあそういうのをねちょっと振り返る、日にしたいなと思っております。はい、はい、ということでまずはですね、はい、いつも通り行きたいと思いますが、もうこれがですね200回目最後の、はい、カモンマテリアルとしての最後の、やつですね、はい、3月30日、はい、今日はどんな日なんでしょうか。はい、はい、あゆみのこの日なの日です、はいはい、今日は国立競技場落成記念日となっております。はい、1958年昭和33年の3月30日、うん、東京明治神宮外苑に国立霞ヶ丘陸上競技場、うんうん、旧国立競技場が完成し、うん、落成式が行われた日となっております。はい、はい、はい、
まあまあまああれなんですよね、うん、その、 あの時代背景的に言うとね、うん、あのまあ要は高度成長期ですよ、うん、経済成長期ですよ、うん、であの日本がオリンピックを日本に招致したいというのがあって、うん、もうずっと戦前から実はオリンピック招致をやってんだけどなかなか日本での開催が決まんなくて、うん、で、戦後やっぱりほらあの経済的に落ち込んでる状態ではできないやん、うん、でもやっぱ復興の象徴として東京オリンピックやりたいっていうのがあって、うん、まあその実力俺らも持ってますっていうのを見せつける意味で、うん、あの作ってるはずなんですよねこの競技場を、うんうんうん、あのやっぱ大人数が収容できる場所がないとオリンピック招致もできないからっていうんで、うん、でまあこの時期にだんだんその高速道路とかもね、うん、あの首都高とかもこう整備されていってみたいなその流れの中の一つなんですよね、うん、はい、まあある意味時代の象徴なんですが、はい、逆に言うと時代の象徴なんでなくなっていって、うん、今の国立競技場もまあ結局オリンピックのために作ってっていうことにはなってるんですけどね、うん、はい、はい、それと、はい、マフィアの日ですすごいね、はい、この取り合わせが1282年の3月30日、うん、マフィアの由来名前の由来 とされる、うん、植民暴動と虐殺事件、うん、シチリアの番頭、うん、シチリアの番章というね、はい、が起こった日となっております。市民がね、うん、フランス兵に襲いかかって全員殺してしまったとかっていうので、その時に鐘が鳴って、番章を告げる、番頭を告げる番章が鳴ったことから、うん、その事件はシチリアの番頭と呼ばれるようになったそうで、番頭の塔は黙祷の塔なんですよ、うんうん、だからお祈りするってことなんですね、うん、だからあの夕方にキリスト教で夕方にお祈りする時間のことをお知らせする鐘が鳴ったっていう話、うんうん、ちょうどその時になったそうですね、はいはいはい、このね名前の由来が、うん、モルテアラッタフランフランシフランシアアラじゃない、アラアラ、うん、モルテアラフランシアイタリアアネラ、うん、アネラアネラアネラの頭文字、うん、上を取って、あ、なるほど、マフィアとされているそうです。へえ、はい、うん、その意味は何やろうね、うん、フランスにしよう、これはイタリアの叫びだ。ほう、そういう意味なのね、はい、へえ、の文字を並べてマフィアだそうです。なるほど、うん、それが いつの間にやらね、うん、なんかそういうあのあの非合法組織みたいな、なんか、うん、そういう意味合いになってきてるわけですよね、うん、そうですね、はい、19世紀から恐喝や暴力による勢力に拡大し、アメリカのニューヨークなどでマフィアと呼ばれているそうですね、まあ、うん、まあ、日本のヤクザみたいなもんなんですけども、はい、はい、まあそういうことですよね、はい、はい、日です、はい、はい、ありがとうございました、はい、ということでですね、まあプレゼンって言うてもですが、うん、もうプレゼンもなんか丸罰とかいう話でもないので、はい、で今日は、はい、うん、あの基本的に、もうこれメインでいきたいと思うんですけど、もう本当番組の振り返り200回をどう振り返るかっていうところをね、うん、ちょっと中心にやっていきたいなと思うんですが、うん、まずですね、うん、この、なんすかその最終回にあたってですね、うん、お言葉を頂戴している方がおりまして、はい、ちょっとご覧いただきたいと思います。はい、それではどうぞ。はい、脇田隆法でございます。カモンマテリアルさんの番組がですがね、今日で最終回ということで、4年間続けられたということで本当にお疲れ様でございました。でまたですね、また引き続き新しい番組をされるということですので、そのお祝いの気持ちとフォローをねぎらう気持ちを込めまして、カムイと書かせていただきたいと思います。
これでございます。あーでかでかこれです。僕の会社の名前ですけど、カムイですね。あのまあ要はみんなね、花を咲かそうとばっかりするんですけど、花を咲かせるためには夢っていう栄養がないとダメですよね、ということで、うん、夢が花を咲かせるっていう意味でカムイっていう、名前にしてるんですけど、カモンマテリアの花と夢っていうのはこの花夢から来てるんですよね、はい、あの別にコミックの花夢ではなくてあのそういう花夢、はい、こっちです。こっちの花夢から来てるカモンなんですけども、はい、これ書いてくださいました。まあ、これからも、まあ、番組はねちょっと変わりますけどね、はい、夢が花を咲かせるっていうものを、追っかけていきたいなということで、これ書いていただきました。はい、和田さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、もうね、はい、ということで、はい、まずは、一発目の、はい、メッセージをいただいたんですが、はい、はい、じゃあ、まずは振り返り、振り返り、はい、私、はい、はい、私は、うん、まあ、途中から入りましたけど、まあね、4人体制の時に、うんうんうん、高橋さんの映画コーナーがすごく好きで、はいはいはい、高橋ひろゆきのシネマ2U です、うん、はいはいはい、高橋さん、はい、こんばんは。シネマコミュニケーター高橋ひろゆきです、シネマ 2U のコーナーでございます。今日はゴールドバスターズゴーストバスターを着てまいりました。はい、が大好きで、はい、まあね、高橋さんは本当に映画たくさんご存知で、うんうん、はい、あの古い映画、私を知らない映画とかもたくさん、ね、うん、教えていただいたりとかして、うん、で映画を見るきっかけっていうのがそんなになかったりとかしてたんですよ、うん、やっぱマテリアル来てからも、うん、そんなになかったりとかしてたんですけど、高橋さんに紹介された映画とかも見る機会とか、うん、の知れる機会がたくさんあったんで、うんうん、まあ、シーズンシーズンにもね、うん、なんか冬にはこれがいいよ、クリスマスにはこれがいいよ、バレンタインこれやでみたいなとか、うんうん、たくさんそういうのをあの教えてもらったんで、おうおうおう、たくさん映画を知ることができて、はいはいはい、はい、すごく楽しかったし、うん、結構ね、2人前にいて後ろ高橋さんと2人でぐにょぐにょって喋ってたら怒られたりとかしたけどうるさいねんって言われてもよくあったり、おうおうおう、あったりとかしてて、はい、はい、すごく楽しかったし、うん、で、まあ、そのね、高橋さんと知り合いになったきっかけで、うん、ラジオにもね出演、あ、そうだよね、はい、はいはい、尼崎のラジオにも出演させていただくことになったりとか、はいはい、まあね、レギュラーで2人行かせてもらってとか、うん、まあ、ですごくいい経験もさせていただいたなって思って、うん、それが印象に残っています。なるほど、あの、うん、なんか 見た映画は何それで、え、あの覚えてるやつ何だっけ、デイズ、デイズ、あの韓国の映画で、あの 女の人の目線と男の人の目線が日本にあった、うん、それとかもすごく印象的で、知らなかったし、あの表と裏の話、そう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 、うん、女の人目線、女の人のことと男の人の同じ同時にこう進んでいってて、それをまあ、一本だけ見るのも楽しいけど、両方見たらまたこう目線が違うことをやってるから楽しかったけど、もうたくさんそういうことたくさんから、映画たくさん見てねって言われて、うん、その年とかも100本ぐらい見やみたいなって100本、その時100本いかへんかったけど、でもそれまでの今まで全然見てなかったね、そうそう、でもすごくたくさん見るきっかけにもなったし、はい、楽しいかな。まあ、番組きっかけでね、そうそう、映画を見るようになったっていう、はい、もう本当、お前女優やねんからもっと早くそうしとけよっていうツッコミを入れたいところですが、はい、でもたくさん知れて、はい、よかったなと思って、なるほど、はい、はい、うん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあお坂上さんはどんな感じでしょう。僕はね、その、まあ、このプレゼンありかなしかが始まってから、うん、まあ、来てくれた人たちですね、はい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 、もうあの映画監督に変わる前ですね、うん、そう、うん、映画監督のインタビューに変わる前ですけど、うん、そうなんですよ、もう、はい、あの無理やりひねり出してもう知り合いには出へんとか来週空いてへんとかそんなこと言いながら、ね、めっちゃ引っ張ってきててんけど、お店やってる方とか、ね、はい、そうそうそう、はい、いただいたの、うん、やっぱりそこが印象的ですね。やっぱ来ていただいてプレゼンをしていただくっていう、うん、やっぱ一生懸命やりはるじゃないですか。そうですよね。言うたらその、はい、まあ芸をやってはる方じゃない、うん、やっぱり自分とこの店のアピールをするのにやっぱり必死でやりはる、うん、そう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 、やっぱりいいなっていう、ね、うん、まあ、それをまあ
判断するのはね、ちょっと申し訳ないんですけど、ね、一応プレゼンなんで一応ね、うん、はい、丸バツをつけたりしてたんですけども、はいはい、まあ、その中でというかね、はい、やっぱ来ていただいて、最初、一番最初かどうか忘れたんですけど、あのドライブインワークで、ああ、だいはい、あったあった、ね、左、うん、そう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 、はい、はい、はい、ありました、ありました、はい、あとはビスポーク、ビスポーク、はい、はい、洋服のね、はい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 、瀬島さん、瀬島さん、瀬島京香さんね、スポーツバー、はいはいはい、ね、あれね、なんていうか、ブラジリアンじゃないのね、なんか、うん、あのアメ村にあります、アメ村、そう、アメ村、サッカーね、はい、あとあのオンザ、オンザ、はい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 、あの梅田のね、あの茶道プレイス、はい、コワーキングスペース、はい、はい、パソコンの方うん、っていうのもありましたし、はい、あとはまあ谷口さんもね、谷口さんね、はい、小説をね、紹介しに来ていただいて、はいはい、っていう感じの、いろいろまだまだいらっしゃいますけども、いろんな方が来ていただいて、うん、ね、プレゼンしていただいて、そう、すごい楽しみですよ、ね、はい、それはすごい今まで感謝ですね、ね、やっぱなんていうの、その一番はほらやっぱここってほらお客さんに来てもらう場所で、うん、でお客さんに来てもらうためにはそれを呼び込むコンテンツが必要なんですけど、残念ながらそのほらあの映画がなかなかできないんやらなんかいろいろあったりとかしてる時やっただけに、うん、なんかそういうこう横のつながりじゃないけどお店同士でね、うん、お互いこう宣伝し合うみたいなところで広がるのがいいよねみたいな感じはありましたよね、うん、はい、まあ、それ以外にもいろんなね、あのビジネスの紹介もあったりとか、ね、いろいろと来ていただいてましたけどね、うん、はい、何やろう、本当に皆さんお付き合いしてくれてありがとうございます。ありがとうございます。言いようがないんですけど、本当に感謝ですね。いや本当本当、だからやっぱゲストに来てもらってね一番嬉しいよね。お客さん来てもらって何本とこやから、来ていただけたのはすごく嬉しかったですね。はい、はい、では。ということで僕の話に行く前に、はい、もうこの番組としては最後の、はい、はい、お店の紹介いきましょうか、はい、はい、4月に入りますよね、もうね、はい、はい、4月に入りましてショートムービータイム、はい、たくさんございます、はい、はい、ね、詳しい内容とお日にち時間に関しては、はい、マテリアル公式サイトの方をご確認ください、はい、もちろん日浦明宏監督の、はい、モルであったり僕だけのフライミーズラムーンとか、はい、大きな金の光も上映させていただいておりますので、はい、はい、ぜひぜひご注目ください、はい、はい、そして4月の11日から15日にかけまして、うん、野比明監督の女の仕事と、うん、はい、長谷川千佐監督のエターナルラブが蔓延した日の2つの上映があります、はいはい、こちらね別々で上映させていただきますので、うん、ぜひぜひ皆様お楽しみにしてください、はい、よろしくお願いいたします。そして4月に入りま、4月の19日から、早手総合監督のファーストミッションの上映が、うん、はい、あります、はいはい、こちらマテリアルでは再上映となります、はいはい、作品で、アクションコメディです。いや、はい、アクションがねすごいんですよ、はい、かっこいいのでぜひぜひ船橋を守る、はい、2人の兄弟のお話です、はいはい、こちらの方ねパンフレットが、販売しております、はいはいはい、増刷されるので、はいはい、マテリアルでも販売させていただくことになりましたので、はい、ぜひぜひ皆様こちらの方もぜひお買い求めください。よろしくお願いいたします、はい、マテリアルはねこれからもまだまだたくさんね上映作品があります。番組が終わるだけで別にマテリアル終わらないから、はい、聞いてくださいよ。これ勘違いしないで、はい、本当に、はい、マンスリー上映のね、はい、ライフワークオブアキラ黒沢も上映しております、はい、6月まで上映しております、はい、そして1年間の上映で、ね、マンスリーの上映で、川本隆弘監督のカバも、はいはい、1年間上映しておりますので、うん、ぜひぜひお越しください。6月にはお笑いトークライブ、うん、そうです。おー、マジで、うん、おお、すごいじゃん。そうなんです。音楽ライブはまた楽だったし、はい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 、5月の11日が、ね、はい、決まってるんですけど、うんうんうん、僕は1曲披露します。マスターが歌いますみたいな。ラクザでラクザで歌います。おお、いやでももともと音楽やってたもんね。そうです、ね、ギターやってたとね、はいはい、幻の、幻の、はい、幻なんですね。メタルメタルともちゃんデュエット弾けた。おお、すごい、はい、ぜ
楽しみ、はい、はい、ね、いろいろ、はい、企画もしておりますので、うん、ぜひぜひ皆様マテリアルに遊びに来てください。よろしくお願いいたします。はい、はい、以上です。はい、はいはい、ありがとうございます。まあ今のところね、僕の作品実はここでしかやってない。はい、マテリアルでしか僕の作品見れませんので、そうだ、皆さん、はい、来なきゃ、ぜひ見に来てください。はいはいはい、ということで、はい、じゃあ続きまして、はい、私の、お話しに行きたいと思うんですけど、本当にね、はい、まあ、番組やり始めて本当手探りで、今週何喋ろうとかね、最初は結構僕とお坂部さんのトークをずっとやってるんですけど、バトルもしてましたね。演技論についてのバトルとか。そう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 、いや一応バトルって書いてあるけど、そんなバトルはしないんですけど、ただこれってどうなん、あれってどうなんみたいな話とかね、うん、演技論、演出論みたいなのをね、うん、ちょっといろいろ戦わせてみたりとか、うん、俺はこう思うけどなみたいなのをちょっと言ってみたりとかね、やってたんですけど、まあおっさん2人がぐじぐじ喋ってても面白くないんだよ、なんだろうなって言って結局なんかもうちょっとやっぱゲスト呼ばんのかみたいな、うん、跳ねた話してるのにねみたいなところでゲストが来てもらうようになったんですけど、うん、そこにまあ、映画のインタビューがね入るようになって、うん、でまあ多分そのインタビューとして一番最初にやったのが結局赤井さんなんですよね。そう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 、リモートとかでやらせてもらったりとかはあったかもしれないけど、うん、会いに行ってみたいな、インタビューしに取材しに行ってみたいなのは多分最初が赤井さんでっていうのだったり、まあ、いろんな人がねしてもらったんですけど、全部だからそれを、実はなんとですね、もうほとんどレギュラーになりかけてるんだけども今日で終わるんですけど、松村さんに、実は紹介していただいて行かせてもらってったっていうことがあるんで、ちょっと松村さんちょっとお呼びしたいと思います松村さん松村さんです。はいはいはい、ということで呼び出しました、はい、ハクション大魔王みたいに松村さんっていう読んできていただいたんですけど、いやでも本当にいろんな監督とお話をさせていただいて、はい、まあ逆にね、先ほど、はい、今日高橋さんご紹介いただいて、うんうん、松村さんご紹介、はい、この番組紹介してもらって、はい、でから紹介、そうですね、こうなんか今度、はい、ほぼでええんやろそう、ね、普通はね、エリコモにするわけですよ。あ、やっぱそれね、この作品はちょっと僕には合うてへんなとか言って普通はこうやるんですけど、俺全部受けた。基本的にいやそれは やりませんってなくて、スケジュールが合わなくてやらなかったですね、いくつかですね。ありますけども、基本的に何でも来てくださいってやらせてもらいました、はい、だから僕はすごい勉強になったし、うん、やっぱ僕自身その監督としてそんなに実績がものすごいあるわけでもないから、やっぱり勉強をどこでするって言った時に作品を見るっていうのが、まあ、本来一番いい勉強なんですけど、でも作品見ててもその裏側は見えないんですよね。だから俺裏側ばっかり聞いちゃうのねだからそれでネタバレになるから言うとあかんちゃうみたいな話も含めてどんどん質問していくから、でも案外ね監督さんってそっちの方が喜ぶんですよ。多分作ってる人はそっちの方が楽しいね。いやあれって撮影ってめっちゃやばかったでしょ。いやもう俺あれ俺が入ったんだよあれタスカーの川さん、ね、はい、普通さ海にドボンするシーンとかね、ちゃんとできるかどうかっていうのを AD さん、助監督さんのところに入れさせるわけですよ。ところが最近の助監督はやらないというか、僕そんなことやりませんよ、やってくれないからしょうがないから俺が行く自分で入ったそうそう、そんなこともだから聞けましたしね、うん、だからやっぱそういうのは取材をさせてもらわないとなかなか聞けないし、はい、でもね、はい、現場で僕がインタビューしてるところを、まあ、Zoom も含めて見ていただいてたんですけど、赤井さんの時とかね超緊張してま
まあ、ファンなんだか何だか分かんないけど、あれ取材に来たんちゃうミハミハな監督と赤井英華が主演で、まあ、両方まあ前後編に分けてやるっていうことなんやけど、ちょっと最初に赤井さんやったのが盛り上がってもうボクサー時代から始めて映画と関係関係ないやみたいな。で赤井さんももっと喋るじゃないですか、赤井さん、なんかみたいに。いやでもあれでなかなか聞けない話いっぱい聞きましたからね。はい、表に出てない話もね、赤井さんそこでしてくれはった。ただ赤井さんの方が気を使って監督に話を振るっていう。いやもうでも本当にあの監督のおかげで今回の作品に関してはっていう、わーって無理やりあの全然俺が言ってるの違う答えをそれで持ってきて無理やり監督に振るみたいなの2回されたんで、これはしょうがないなと思って。逆にあのね、やっぱりなかなか監督とか役者さんが東京なんで、リアル取材は、そうですね、やっぱリアルで行くと、その人の生が、だからね、小沢さんも、なんかもう顔はもう顔面狂気、はい、いや、だからね、なんやろ、その演じたはる部分もすごいあるし、だから、すごいこう、とっつきやすいようにしてくれたはった部分もあるんだけど、あのすごい良かったのは何て言ったらいいのかな、まあ、言っても向こうはもう還暦で、還暵記念作品のインタビューに行ったのかね。で、こっちはまあ年はまあちょっと離れてるとはいえ、その同じ映画作ってる人間として扱ってくれはって、でいろいろとお話しさせてもらってものすごい勉強になったし、で気遣いがすごいのよね。あのナンバーパークスシネマで舞台挨拶やらはった時に俺見つけた時から「おっ!」ってこう手を挙げてくれて、で一緒に出演者ねいて喋ったはるところで、あの最後の、写真撮影、マスコミ向け写真撮影と一般向け写真撮影って、マスコミ向けの時にわーってやってんだけど、お あそこにいるんだよ、俺の取材してくれたやついるんだよって、であっちもあっちもよろしくって言ってみんなそっちを見てくれて。いや動画やからそんなん向いてもらってもみたいな手振ってくださいそんな風にやってくれたからね、やっぱそうさすがやなと思ったし、俺逆にそれで小沢さんファンになりました。うんすごいですね。で一回取材したらなかなか覚えないし、そうですよね、またいろんな人取材してくれると それはもう相手が悪いって覚えられないからね、はい、いや そんな思いやと思いますよ、うん、それがあんだけ覚えてくれたのすごい嬉しかったし、やっぱそう、うんで、あと俺がまあリアルで取材してもらったんで、なんか盛り上がってたなっていうのはベイビーワルキューレって、高いし、赤ちゃんさんが来た時になんか二人やら盛り上がってたそう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 、あの高橋あかりちゃんがあのアクションに初、まああのまあ、舞台で禰豆子とかをやってたよね、あの鬼滅の刃の舞台でね、で禰豆子役をやってたんだけど、禰豆子役の舞台 そのアクションとベイビーワルキューレのアクションは全然違って、ベイビー・ワルキューレの場合はあのガンアクションがあったんで、でそのあれね難しい技をやってんのよ。で俺が見てほーって思ったのは、そのベイビー・ワルキューレのエンディングのところで撮ってたところの裏側みたいな、B カメみたいなのを出してんのよ。だから、こっちで、なんか、ね、メイドカフェのシーンでメイドさんたちがこっちでなんかこうごちゃごちゃやってるその後ろで、自分もメイドの役やんだけど、その後ろで一人だけ一生懸命その相手がこっちへ向けてるガンを奪い取ってバンって打ち返すっていう、その技をずっと練習してるところが見えてんねやんか。でそれを俺は見て覚えてたから、あの技難しかったやろって言ったら、めちゃめちゃ難しかったんですっていう話をして、あれはね難しいんですよ実はねで俺も実はあの、ね、フィリピン武術の狩りっていうのをやってて、あの技を知ってるんだけど、あれ難しいよねで、めちゃめちゃ難しかったんですって言って、そこですごい盛り上がって、うん、そうそうそう、だから俺がアクションやるとき出てるっていう話をしてるちょっと売れっ子になっちゃった。いやもうなかなか今ちょっとね、なかなか声かけにくい。天の人になった。いやいやいや、もうだから今注目女優の人になってますからね。はい。で、あと記憶に残ってるのは三木さとし監督。あ、三木さとし監督。めちゃめちゃ盛り上がった。めちゃめちゃ話長かった。取材時間超えていく。
いやだってミキさんの話めっちゃ面白いし面白いけどあれってあれ50分の予定やん、うん、そうそうめちゃめちゃ、まあ、あれ全公演に分かれてました、いや違うあれね、ショートバージョンとフルバージョンしたんですよ、 あれもなんか盛り上がってましたよめちゃめちゃ盛り上がってだってさもうミキ・サトシ監督って、まあ、僕時効警察も見てたしずっと、うん、で何より俺ウィキペディアで見てびっくりしたのがあのタモリクラブの構成作家で始まってるんですよ、うん、あのキャリアのスタート、ね、でだからタモさんの話とか聞きたくてタモさんってどんな人やったんですかそんな話とかも実はあの映画の本質に違うそうそうそんな話も実はあのカメラの前じゃないところではやってる、うん、でいやタモさんすごいよみたいなですよねみたいなそんなんで盛り上がりつつそう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 いろいろ聞かせてもらいましたね。だからあのまあ、もちろんそのコンビニエンスストーリーでしたっけ、そうあれ あの裏側の話とかも ね前田ちゃんもそうやし、成田凌君の話とかもね、はい、そういろいろお聞きしてものすごい盛り上がりましたね、はい、逆に言うなら木村さん的にはまあいろいろもうほぼ全部やってますけど、はい、どの監督なり俳優さんがいいんだろう。あ、僕はねもうあのまあいろんな意味で、どれも印象残ってるんですけど、一番勉強になったやつが、斉藤久志かな、もう亡くなられちゃいました。ああ、草の。そう、草のね、草の音。え、草、何だろう、草の。ネディか、音。草の、草の。東出さんが主演のやつなんですけど、多分久々の主演作ということで、撮られたやつで、アイリスの時、シネマアイリスの時、ね、シネマアイリスの、プロジェクトで、4作目か5作目の作品ですよね。で、作られたやつなんですけど、函館を舞台にした。草の響き、ね、草の響き、草の響き、草の響きですね。草の響きの時に、インタビューを、ズームやったんですけど、斉藤監督は実は大阪芸大ですよ、ね。まあ、中退やんけど、だから大阪の、西成あたりの飲み屋でなんかずっとバイトしてたみたいな話で、ほんと大阪来た時言ってくださいよ、もう松原さんに言ってもらったら俺ちょっと大阪でぜひ飲みたいっつって、ああそうしようそうしようみたいな話をしてたんやけど、ね、去年かおととしですね、亡くなっちゃって、多分ね、残念。斉藤さんはこっちに料理するかなんか来たってうん、で、俺が斜めの社員って、浜田君にしてたんや、本当に行きたかったけど、ちょうどその自分のインタビューするときが、ガンで亡くなったんです。一番体調悪いとき。でもね、斉藤監督の話っていうのは、役者がカメラの前に立つっていうのはどういうことかみたいなことを、すごい言ってくださって。大東俊介さんがどういう風にやったとか、奈緒さんがどうやったとか、めっちゃ聞かせてもらって、吉田さんがどうやったとか聞かせてもらってるけど、僕はすごいまあ、作品自体すごい良かったです。いい作品やったんやけど、なんかもうセミナー受けたみたいな感じ。すっごい勉強だ、すっごい勉強だ。そういう風な俳優で、そうだから演出じゃなくて。そこに、そこにその役として生きてもらってる、立ってもらってる、でだからあとはその立ち振る舞いを僕ら追っかけるだけだって言ってらっしゃって、なるほどって言ってて、だからなんか、なんていうの、そうは言われなかったよね、そうは言われなかったけど、いや、そうじゃないね、こうやな、やなっていうふうに、監督がいろんな色をつけていってこうやるとか言うんじゃなくて、いやもうその役としてそこに立ってセリフを言ってくれてればそれでいいんだっていうのが僕の演出なんだよねみたいなことを言ったことがあるんだなぁ、そういう演出があるんだなっていうのはすごい勉強させて、ね、体調がね、そう、まあ、確かにちょっとね、声が上がっちゃってなんか体調がいいかなと必ず関西でやると来てはったんで、うん、まあ古瀬もあるんでね、そうそうそう、はい、まあ
斉藤久志監督のあのインタビューが一番印象に残す内容も頭に残ってますね。まあもちろん他の監督もね、あの、うん、いろんな監督と出会わせていただいて、実際そこから交流が始まった監督とか、あのいろいろいらっしゃるのであれですけど、はい。野本小杖ね、大阪来た時結構飲みに連れて歩いてんけどな、その後なんかえらい塩対応買いならされたようで、いや頼まない、全然そんなことないです。はい、なんかいろいろ別に大阪とか関係ないよね。うん、ないと思いますけど、ね、でもなんかえらい大阪気に入ってる。まあまあまあ、でもね、あの何人か結構コアなね、お客さんとかもいて、あの彼女の上映があったり、彼女が来るっつったら、ね、見に来たりとかされてる人も結構いらっしゃいますから、うん、はい、はい、まあ、そんな感じですね。はい、まあ、本当にまあ何にしろ200回のうちほぼ100回ぐらい、あ、まあまあ多分そうですよね、はい、50回ぐらいが最低でも、いや50回は超えてると思いますよ、うん、ぐらいは実に、はい、4分の1ぐらいはインタビューしてます。はい、はい、多分まあそれをお二人は聞いててどう思ってたか知らないですけど、寝てる時もありました。それはなんとも私は言うんですけどね。二人だけ盛り上がって、そう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 、こっちはまあもう、まあ、パッと出したけどな。それは分かる。作品が見れてないんで、そうですほとんど、うん、まあまあ、あの一応あれなんですよね、だからその僕がプレゼンしてるっていう体やから、うん、あの2人はその僕のプレゼンを聞いて判断した、うん、あの見たくなったかどうかっていう話だから、うん、見てはれへんので、とりあえず俺の喋りが合うてんのかどうかっていう話なんですけど、たまにね、喋りすぎと思ってバス出したい時ありました。もう大変だった。監督にもっと喋らせてよみたいな思う時もありましたけど、それはまあでも逆にそのこの俺を喋らさない監督もいたから、ずっとやっぱり、それでですね、みたいな。監督っていうか、あの人面白かったですね、あのドキュメンタリーの。ダマクラさん？あ、そうそう、ダマクラさん。あの人は、まあ、映画監督じゃない。そうそう、あの戦場カメラマン。そうそうそう。戦場カメラマン。ものすごかったっ。あんたカメラマンちゃうの？いや、だから俺ちゃんと段取りの説明でさ、あの最初にあの、どんな作品かまず簡単に説明してもらって、でそれ30秒ぐらいすぐに終わってもらって、でいろいろ質問していくんで、そこでいろいろと言ってくださいって言ったのに、最初にじゃあまずはどんな作品かお話をお願いしますって言った瞬間に、そこから6分喋ってて、俺一切差し挟まれて、みたいな。一切一言も喋れない。6分喋り終わったで、こんな感じですけども、はい、みたいな全部語ったな。たぶん戦場カメラマンやねんけど、うん、いろんなとこ、うん、公演呼ばれてるから、そうそうそう、もう話し慣れてるんです、一人で。めちゃめちゃ話し慣れてる。だからまあ関西で言うたら、あのまあカメラマンじゃないけど、戦場ジャーナリストの下に踏み込むみたいなんですよ。ダラダラダラ喋るんですよ。一人で何もでも喋れる。何もでも、ほとんど何もでも、歌挨拶なんて近いな。ほんまにあの話に関してはもう、一応あれもカットバージョンとフルバージョン出してるんですけど、うん、もうフルバージョンの本当のフルバージョン出したら何分なんやろぐらい、ぐらい1時間でも喋れるぐらいやから、うん、これを何とかして終わらさなと思ってずっと喋って聞いてたっていうことはありましたね、はい。まあ、でも、まあ、もちろんね、言いたいことがすごいあるわけ で、うん、でこれ一言で言われへんから、これを全部説明するにはこの話からせなあかんなみたいなところがあると思います。まあなんせあの40年ぐらいの話をね、うん、ドキュメンタリーにしてあるから、まあ、大変ね。最初は10分ぐらいになりますよって言われてても喋りたいもんなんですよ。でも逆にまあ喋、うん、ってくれるのが切れるじゃないですか、うん、まあ、まあ、あの日浦さん以外でも、まあ、過去ね、長年の社員だった時に取材とか喋らんかんと思うんですよ、ね、これまた困るんですよ。そうですよね、困った、俺困った、ここ来てこプレゼンや言うてんの喋らない、どうしたらいいんでしょうっていう、結構困るんですよ。でそれは別にその怒ってるとかじゃなくて、そんなバーって喋らん監督もおるんですよ。結構大変ですよ。で取材横ついてたらドキドキする。怒ってるわけじゃないんだけど、いやそんなにペラペラ喋る、それは別に他でもほんまにそんなに舞台挨拶が苦手みたいな。俺だから結構あれなのよ、そのリモートとかでもそうやし、取材行ってからでもそうなんやけど、
終わってからリモートとかやったら終わってからすぐに松村さんのお電話で、どうやった今日も大丈夫怒ってないとかめっちゃ確認してたもん。いやだから多分横でついててリモートの人だって見ててそんなことあったって、でも怒る監督もおるんですよ、昔有名な朝日新聞の、映画担当の記者が井筒和幸監督の作品インタビューってなんかブチ切れて、そんなもんけへんわ言うと帰れって言って帰っちゃうと怒る時もあるからね監督だってまあ井筒さんはそうやろうなお前を映画見とるんかと思って言うんで帰れってまあ今でも頑張ってるわけね東京でそうですね、はい、でもまあそういうこともあるけど、まあ見てる分でもあるけど、まあでもさっきも高江ちゃんさんとかも楽しそうでしょ、こんな若いお姉さんあの時19でしょ19ぐらいでしょ、それからバンバンテレビとかね、あの舞台ではまあ根津子で頑張ってたけど、でもその時は根津子に触れた、そう、あ、ね、根津子 NG、 根津子 NG っていうか、そのあんまりその鬼滅の刃について語ったからそっち行っちゃう、そうそう、だから鬼滅の刃じゃなくて、あの本編の話にしてくださいってい いうのはあったけど、まあでも一応根津子もやってたんですよねって言って、だからそれぐらいで、あのアクションだからアクションやってたんじゃないのって言ったら、いやでも根津子のアクションはその言ったらその決まってる動きをやったらいいんだけど、こっちのアクションは決まってる動きでもあのものすごい難しい細かいアクションをやったりとかするから大変みたいな話から、あれあの技大変やったやろう言うたら、そっからドッカーンって盛り上がる。だから多分鬼滅の刃の熱この役もあったけども、やっぱりね B 級の娯楽以外の、殺し屋の役、多分、あれやったから多分いろんなプロデューサーそれはそうですね、やってる人とかにやっぱりあれきっかけやと思うんですよ。でもあれよね、あの遠い雷鳴はあれ実はあれらしいね、デビューあるより先に撮影やったらしいね、だからまだそこまでそんなに有名ではないけど、でもやっぱりね、その若手の役者さんとか、あのなんかあの東京バイスとか出てる、ね、ハリウッドのね、ネットフリーの笠松翔、まあ、あのインタビューやった時はちょうど東京、今東京バイス撮ってるけどマイケル・マンとかの演出とか聞いたけど、それはまだ言えないって言うてたけど、風間さんだってはあのね、リンダー・リングやった、あの作品は要するに、まあ、インディーズの映画やからね、リングやったっけ、リング・ワンダリングや、あリング・ワンダリング、そうそうそう、金子さんがね、金子さん、まあ、すごいいい映画やったけど、まあそこを出てそっから、そうですね、いや、マイケルマン、俺の大好きなマイケルマンでやってるのに取材の陰に違うことあるんですけどマイケルマンどうでしたみたいな、いやいやいや、だからいろんなね、まあ、監督さんもそうだし、役者さんもそうですし、あのいい経験というか、まあ、僕としてはあの、勉強もそうだし、あの何やろ、まあ、ちょっと幅を広げるっていう、このインタビューでもものすごいいい経験をさせていただいたって言ってます、本当にありがとうございます、はい、私もだから逆にね、そういう、まあ、普段普通のね新聞記者の人とか聞いたら、まあまあこのテーマがどうのこうのとか役者がどうのこうのよりも撮影の裏側聞いてるから俺としては面白い面白いそういうことがあったのねみたいなのがもう白いから、まあ俺もいろんな監督にちょこちょこ出してっていう現場見に行きたい、演出するのあるじゃないですか。いやだからその辺で言うとね、あのなんていうの、やっぱ裏側を、まあ俺はその作品では見てないけど、えこれ多分こういう撮り方になってるよねっていうのがなんだか想像つくじゃないですか。んだからそのあれ大変でしょって、あのシーンってやばくないですか、どっからどう撮ってんすかみたいな質問したら、あれはねって言ってもう目が輝くのよ監督。よくぞそれ聞いてくれて、俺実はあのシーンが一番大変だってみたいなんで、うわーっと喋ってくれるとかってあるんですよ。で逆にあちょっとあの演出はどうのこうのって言ったら、実は裏ではこういうことあったとかっていう監督もいたんですよ。そう福岡で撮ってた映画の監督がね
いたいた。そういうことでね、もう現場がこんなにまたやらないことになっとったんですよ。もうそれ使われへんから。使われへんから。まあ、彼も審査取るんかなと思いますよね。まあ、いろんなね、作品もあったし、いろんな監督もいらっしゃったし、俳優さんも出ていただいて本当にどうもありがとうございます。その、まあ、カモンマテリアルとしてはね、今日で終わりですけども、次の新しい番組の方でもね、まだ映画紹介の方でよろしくお願いします。またあの、番組の方にはいつでもレギュラーで出てくるので、まあ、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ここでですね、もう最後なんですけど、もう本当にオーラスなんですけど、なんとね、3月9日から飛んでくる人がいるんですよ。3月9日から、すいません、ある人が飛んできます。2人で飛んできて、はい、今から歌っていただきます。はい、もう長いことこの番組の、ね、エンディングソングとして使わせてもらってた嫌われ者のあなたへっていう歌なんですけどね、月1レギュラーでもずっと出ていただいてた、シスター K さんがですね、2年3ヶ月ぶりに3月9日にやってきて、なんとその日が、最終回だと思ってきてて、だから最終回からこの歌歌おうと思って、いやちゃうで、今日最終回ちゃうでって言ったら、みたいな話になって面白いことになってたんですけど、そのシスター K が、今日ここへ飛んできてくれて歌ってくれますんで、みんなでお迎えしたいと思います。はい、シスター K、 イエーイ。おっと、クラクラするな。うん、3月9日から来ました。お久しぶりですね。2週間ぶりぐらいかな、かな。今日が最終日ということで、ぜひぜひ、この曲、この番組のカモンマテリアルのテーマソングなんですけど、実は私が歌ってまして、コロナの時に、全てのものに感謝をしたいっていうする気持ちっていうのは忘れないでほしいということで、コロナにもいいところがあるよっていう、そういう歌を作って、でそれがこうずっと流されてるので、みんなちょっとメロディー聞いたことあるかなと思うんですけど、サンキューの日から来たのでね、この感謝の曲を。そして、今日で、カモンマテリアルマテリアルで終わるということなんですけど、すごい忙しくてできないということをさっき聞いて、めちゃくちゃハッピーな終わりだなと思うので、みんなもう困ってしまうな、最終回だけど楽しく終わりたいなと思います。で最後にこの曲で終わりましょう。はい、沈んでも月があなたを
them forever. The crystal of cooling as the blue sky. Bright, bright, the beautiful sun. I'm just a way to be by your side. Thank you for all everything. Anytime or any days, anytime or any days. I wish you, you will keep your happiness. この番組ってそのなんていうの、全く知られてなかった場所をどうやったら知ってもらえるのかなと思いつつ、いろんなことにチャレンジしてみたっていう、あの最初のね、あの言葉あるじゃないですか。この番組が、さまざまな、マテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェ、マテリアル谷町が、新しいことに挑戦する、発信するっていうのをやるっていう番組だっていうことを最初に言ってるんですけど、まあいろんなことやらせてもらったね、でもね本当にあのお付き合いいただいた皆さんが、あのまあまあ割とあのなんか200回300回回ってるやつもあるからありがたいなと思うんですけど、まあ、それはもちろんゲストの力だったりするんですけどね、はい、本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、今日で最終回となります。本当にどうもありがとうございました。さあ、そしてですね、ここでなんですが、はい、次回からなんですよ、はい、次回からなんですよ、もうね、来週なんです、はい、4月6日にもう新番組が、立ち上がります、はい、でまだ全然固まってない番組なんで、多分最初はわたわたすると思うんですけども、映画の紹介とかやらせてもらったりとかっていうのは決まってるんですが、さすがに僕一人でやるのはちょっとしんどいので、もう一人ですね、一緒にやるっていうことになりました。人をお呼びしてます。じゃあまずは、はい、百瀬ひなさんです。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いただきました。はい、もともと何をやってた人ですか。もともとというか、もともと、もともと、もともと、まあ、アイドル活動を3年ほどしておりまして、はいはいはい、でそこから一人になって、はい、今は、まあ、アーティストシンガーとして活動をさせていただいております。はい、はい、そうで、はい、まあ、いろんなことを挑戦したいなと思って、はい、その一つにやっぱ演技のお仕事があって、でいろんなつながりから三浦監督と知り合いまして、はい、映画に出させてくれってみたいなはいはい、はい、ところからそうです、ね、はい、いっぱい話がつながって、はい、このカモンマテリアルの、はい、あと番組を一緒にしないかってお誘いいただいて、はいはい、軽率にやる女なのでやりますやらせてくださいって言って今ここに座っております。と、はいう、はい、ことですよね。はい、そうなんです、はい、まあ、あのまだだからその、ちゃんとした演技の仕事っていうのはやったことがまだないないです ね、 ですね。1回だけなんか、うん、朗読というか、あ、はいはいはい、みたいなのをちょっとするみたいなのがあったんですけど、うんうん、まあ、果たしてできていたかはわからない、ね、はい、でもなんかそんなにちょっと読んでみるみたいなことはしたことあるんですけど、ね、うん、ほぼゼロですね。まあ、でも実はあの保育士とかをやってた経験があって、やってたんで、おばあさん役ぐらいはだから読み聞かせみたいなのちょっとやってたよね。絵本とかはね、はい、読んでましたね。はいはいはい、演技に入る
るかわかんないけど、まあちょっとそんなことはやってたかな。なるほどなるほど、はいはいはい、うん、そういう人なんですけども、まあ、その実はまあいろんなご縁があったんですよ本当に、はい、ちょっと語り尽くせないぐらいの、うん、いろんなご縁があってでおもろいなと思って、そのご縁がまた面白いなと思って、うん、まあ、やってみるって聞いたら やりたいですっていうことやったんで、じゃあぜひ一緒にやりましょうかと。で、まあ映画の紹介をしますからね、うん、で映画監督とかがひょっとしたら来ることもあるかもしれないし、うん、場合によってはインタビューなんか、まあ、時間があればね、うん、一緒に行ってちょっとアピールしてもいいんじゃないっていうのもあり、まあじゃあ一緒にやりましょうということで、まあ何よりね、何も知らないところからどう学んでいくかってすごい大事なことなんで、でね、あゆみもあれやもんな、そう高橋さんに言われて、そうそうそう、映画を見るようになっていろいろ勉強していくっていう過程があったんで、まあそういうことが、まあ、彼女にもできたらいいんじゃないかなということで、はい、来週から、はい、番組名は、土曜朝は、気分は上上っていう、はい、番組をさせていただきます。上上です。はい。なんでかというと、上上テナンゴっていうカフェでやるからっていう話なんですけど、はい。でこれ僕の行きつけのカフェで、はい。なんとここもまあ割とお世話になっていて、映画撮影の時は割と使ってたりとか、はい。現場で使ったりとかいう、僕も実は僕の作品には2回ぐらい実は使ってるんですよ。大きな気になりたいも少年がポスター見てるのは実は上上テナンゴの外なんですよね、はい、であとはあれや、吉尾誕生編では、はい、パフェ食べてるところは実は上上テナンゴで撮影してるということで、マスターのりょうちゃんが、まあ、僕だいぶ友達なんで、はい、結婚式まで行ってるぐらい友達でもあるので、はい、使わせてって言ったらええよという感じで使わせてもらうことになりましたので、来週からはマテリアルじゃなくて気分は上上でやらせていただこうと思ってますんで、皆さん一応ねリストそのまま引き継ぎます、はい、カモンマテリアルリストになっては名前を変えて上上リストにしてそのまま引き継ぎますんで、リスト の、リンクとかはそのまま使えるようにしようとは思ってますんで、でマテリアルはカモンマテリアルはカモンマテリアルでちゃんとまた別に移していこうと思ってるんで、ちょっとずつその作業をやっていこうと思ってますけども、これからもカモンマテリアルも見ていただけますし、はい、当然その新しい上上の方も、このまま、見ていただければと、はい、カムイチャンネルでねやってますんでそのまま見ていただければと思います、はい、ということで、はい、今日はですねもう1時間番組です1時間番組になってますけど、まあまあまあ最終回やからね、はい、もう一個でもなんかすごい長いのあったよ、なんかついこの間なんかなかったっけ、めっちゃ長いです、あれや、ウクライナや、ウクライナ問題も、1時間超えた番組になったんですけど、はいはい、それに匹敵する2回目の1時間番組になってるかと思いますが、はい、200回皆さん本当にどうもありがとうございました、ありがとうございました、はい、ちょっとじゃあせっかくなんで一言ずつじゃあちょっと、じゃあまずは何かこんな長いことね、同じ番組でっていうのが まずなかったし、すごいなんか本当にたくさんいろんな方も来ていただいたりとか、すごい楽しい面白い経験をさせてもらったなと思ってます、はい、上上をね本堂からよろしくお願いします、はい、はい、じゃあそうですね、まあ、うちの番組はね、うちの番組って言うんですけど、うん、そうそうそう他の方とこう組んでやるっていうので、うん、まあ、最長というかね、そうですね、はい、そういう番組がやらせてもらったら、はい、いい経験にはなりましたので、はい、まあ、これからもね、またいろんな、この番組じゃないつながりはあるので、そうですね、映画つながりとかね、はい、いろんな企画とか、はい、イベントとかしていこうかなと思ってますので、はい、その時はぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました、はい、まあ、そうなんですよね、だから大阪部さんとは実は僕はシナリオスクールの、シナリオセンター大阪校で実は出会って、で一緒に脚本を学んでる中で、役者やってるっていう話聞き、でそのなんで脚本の勉強してるのかって話も聞き、じゃあなんか一緒にやろうよみたいな感じで一緒にまあ、ショートムービー的なやつから始まって、一緒にやるようになって、だから
1作目の太陽のドロップキックも、まあ、入っていただいて制作で入っていただいて手伝っていただいたし、2作目の大きな気になりたいは助監督までやってもらって出演もしてもらってたし、で吉尾はちょっとだけ手伝いに来てもらったっていう感じではあったんですけど、はい、で4作目のトモロに関してはお父さん役でね、過酷なあのロケにもチャレンジしていただいて頑張っていただいたという、そういう間柄なので、まあ、これ、まあ、番組は終わるけど別にこの感覚が崩れるわけじゃなくて、まあ、今後もまた一緒に作品作ったりとかね、いろんな企画をやっていきたいと思ってるんですけども、とりあえずまあしょうがないですよ、あのもうお店が忙しくてその撮影する暇がない収録する暇がないということなので、もう、まあ、また何かで一緒にもしくは新しい番組の方に出ていただいたりっていうのはあるかもしれないですけどね、はい、そんな感じでこれからもやっていきたいと思ってます、はい、まずは、200回本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。来週からは新番組になりますんで、この2人でやってきますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。さようなら。